このバッグめっちゃ良さそうですね。全然おかわいい。おー、ありますよ。ヒカルーさん、ヒカルです。すごい、ここの服はどの辺で売ってるんですか？これはもらいました、お友達に。おー、すごい、です。めっちゃ似合ってますね。かわいい。趣味、何ですか？趣味は何ですか？趣味はスポーツ。おー、何のスポーツしてますか？ハンドボールと。ハンドボール、ハンドボール、こうじゃないですか？マジで？今もやってるんですか？今もやってます。やば。じゃあ学生頃に選手だったんですか？あ、そうです。学生時代、小学校から高校生まで。へ、はい、すごいですね。韓国強いじゃないですか。あ、本当ですか？はい、ハンドボール。なんであれですか？国家、日本代表にはなんで諦めたんですか？いや、ちょっときついかな。本当ですか？めっちゃ小学生からやったら勝ちですね。そう、そう、まあそうですね。めちゃめちゃ人口少ないんで。すごっ。じゃあ運動以外には何が趣味です？運動以外はアニメとか。お酒。ああ。お酒は何好きですか？お酒は焼酎が好きです。焼酎、マジですか？ふわ、めっちゃ強そうですね。いや、どうなんですかね。好きです。ありがとうございます。普段もこういった服を着ているんですか？普段もだからスカート履くならピタッとしたワンピースが、はい、すごいじゃん。あのぜひあの韓国のソウルもこの服装で行ってください。ああ、行きたいです。いろんな、まだミョンドンにしか行ったことない。ああ、ミョンドン行ったんですね、はい、すごい。何、美容で美容系とか？いや、いろいろお店とか回ってました。なんか外で言ってある出店みたいな、ご飯いっぱい食べに来ました。あ、結構食べれるんですか？食べてましたね、昔は。あ、昔は太ってたんです？16キロ太ってた。16キロ。でも辛いもの食べて。辛いもの食べて。辛いもの食べて16キロでした。いやいや、関係ない関係ない。結構じゃあ人が違いますね。全然違うと思う。何歳頃にが一番ピークの体重でした？22かな。割と最近ですね。最近。すごい。23ぐらいまでその体重だった。おお、でもめっちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。またあの、はい、また YouTube、 私の各 YouTube でぜひ、はい、ちょっとあれですか、ちょっとあのスポーツ系だから若干焼けてる。焼けてる。めっちゃいいじゃないですか。え、本当ですか？